こんにちは、ボスマンです。天皇賞秋の朝ですね。はい、今回は本当はね、もっと2つも3つも動画出そうと思ってたんですけども、残念なことにぎっくり腰になってしまいまして、今週木曜日になってしまって、木金と痛くて椅子に座れなくて動画撮れなかったんですよ。で、ベッドに寝転がって撮ってみたんですけども、これがね、最悪の構図、もう地獄みたいなことになってるんで、みっともなすぎてボスにしました。ということで今回、まあラスト、天皇賞秋のね、直前の動画としては最後、まあ予想も含めてね、こんなところに期待してるよっていう内容になってます。馬券のね、本命はイクイノックスにしようかと思いますね。3歳勢ちょっと疑問感じてるってショート動画で言ったんですけども、それを補って余りある内容、イクイノックス馬券の本命ね。そして、応援してるのはね、シャフリですね。プリンスシャフリアールを応援したいと。あとはパンサらしさがあまりにも楽しみすぎると、まあ、その理由ね。そしてユーバーレーベンもね、ちょっと色気を持ってきましたので、今ね、馬券的にこうどうしようかなって、ちょっといろいろ迷ってるんですけども、最後までね、ちょっとご覧いただければ、まあ、嬉しいです。今回はもうちょっと痛いんで、すごい短い動画にしようと思いますが、よろしくお願いします。まずは予想ね、イクイノックスを本命にする理由はね、調教良かった。はい、半年ぶりっていうか、もうその去年からね、ものの3走ぐらいしかしてなくて、あんまり走ってないから、この馬が本当はどういう馬でどれぐらい実力あるのかとかよく分かんないんだよね。皐月賞からして2歳戦以来とか、まあ、ダービーは、まあ、そこから中5周で頑張ったけど、どうだっけと、はっきり言って半年前だからもう覚えてない。で、調教を見て、で昔のレースを見て、あ、この馬そうか、こういう馬だっけと、もう一回思い出してみたところで、こういう競馬できる馬だったら結構いいんじゃないかなと、3着にはしっかり来るんじゃないかなと思って、イクイノックスをもう馬券の本命にしちゃおうという次第ですね。調教非常に良かった、3頭合わせの真ん中でね、良かった、はっきり言って、うん、でルメール騎手っていうのもありますしね。なんで応援してるのはプリンスシャフリアール。調教でちょっとだけ客が見られるようなとこがあって、もっとシャープにもっと首グイグイ使ってグイグイ登板してくるかと思ったんですけど、僕が思ってたほどじゃなかったから、思ったより点々点な馬っていうツイート内容にしてね、悪かったってんじゃないんですよ、もっと来るかと思ったんですけど、あの感じだと本当に調子がもう 100% になるのはジャパンカップなのかなっていう気もすると。ただ日本ダービー馬ね、ここはやっぱ期待したい。うん、変な競馬にはならないと思う。やっぱ切れ味のある馬なんでね。なんで、シャフリ、まあ、イクイノックスシャフリ、これ馬レンクスですかね。そして、もう一個はね、パンサラッサね。この馬、まあ、いわゆる皆さんね、体重戻ったってのもご存知だと思う。ね。そして、口向きもね、良くなってきたんだ、この馬が。うん。内枠引いたからには、まあ、吉田栄太学習、まあ、行きますね。誰がどうあれ行きますよ。ジャックドールがよっぽどスタート良くても、結局もう譲るっていう選択肢がない以上は、吉田栄太学習必ず行きますんで、逃げますよね。そして、口向きが良くなってきたっていうのは、去年のオクトーバーステークスの頃なんていうのは、矢作調教師が暴露してましたけど、引っかかってぶっ飛んでたと。じゃあ、気象的にも抑えるのちょっと難しいとこあった。かつ、右に持たれるんですよ、これがね。左回りだろうか、右回りだろうか、関係なく、必ず首右に持たれるんです。あ、こうか。こっちです。見てろ。こう、こうですね。こうなるから、オクトーバーステークスもそう。中山記念、小橋さんの時ですら、やっぱりちょっとね、この持たれ加減なんですよ。でも、それがマシになってきてるから、小橋ぶっちぎってる。そして、ドバイのターフは今度左回りで、まあ右にこう持たれるからには、まあ右ステッキのね、この連打、こうか、こうか、こう行くからこう打てるってことだね。なんで、非常に乗りやすいんじゃないですかね、左回りの方が。ちょっと右に持たれるがゆえにね。で、置くと、ドバイターフは見てると、ステッキをバンバン連打できてた。ゴール前まで。で、あれ、やっぱステッキをバシバシ連打できるぐらい、しっかり馬がまっすぐ走ってくるようになったっていうところで、優勝してると思うんですよね。なので、宝塚記念はちょっと度外視、距離も長かったし、やっぱ、帰国初戦だしね。札幌記念も、マイナス6キロ。どう考えても、今思うと調子、まあ、良かないだろうと。下手すら 50% ぐらいの出力だったかもしれない。それでもね、2着に来る。つまり、ジャックドールと鼻首の勝負する。いいよね。中5周、中6周、中7周、かなり間隔を空けてしっかり作ってきてるのは明白だし、天皇賞秋を本気で取りたいとい
という調教師さんの意気込みもねインタビューでありましたし、ここは一着はどうなんだ、日報帝王以来っていうねコメントでしたけども、言ったってダイワスカーレットが2着に入ってるんで、あれほとんど勝ちですから。あれ僕はあれ残ったと思いましたからね、当時見てて刺されてましたけど、ウォッカに。でもまあダイワスカーレットの2着っていうのが直近であるんで、いやできないこともないだろうということで、パンサーラッサー大掛けとかじゃなくて実力通りにちゃんとこう右に持たれずに走ってくれば、3、4コーナー回って3馬身のセーフティーやったら3着以内は結構あるんじゃないかなっていうところですね。はい、なんでパンサーラッサーを無視することができないってことで、イクイノックスパンサーラッサー、ここはワイド馬券にしようかな、3着でもいいねいうことで、ワイドでパンサーラッサーとイクイノックス、そしてユーバーレーベンですよ。ユーバーもね、僕はね調教見るまで忘れてた、ユーバーレーベン本当になんだけど、手塚調教師コメント、今回調子かなりいいよっていうコメント、そして実際調教見たら、あ結構ね結構訴えてくるものがあるわけですよ。これはちょっと無視できんなと。ちょっとだけ気がかりなのは、デムーロ騎手がねひたすらその G1 で後ろから行き過ぎてね、その流れ込んでの掲示板とかばっかりとね、つまり勝利の気配すらないような競馬がちょこちょこ散見されるっていう、そこですかね。出遅れもそうだけども、もう少しねこの色気を持たせてくれる位置取りで4コーナー回ってくれたら、つまりシャフリとかイクイノックス、この辺のキレ勝負するような馬たちと同じぐらいの位置取りで4角回ってくれたら、彼女もオークスに見せたあの決め手を持ってすれば上位争い十分可能だと思う。2キロ軽いしね。っていうことで、ユーバーレーベンはね副賞、当てたい、もしかしたら3着は突っ込んでくるんじゃないかっていう期待を込めてね。そしてユーバーレーベンはここで、そうですね、3着以内に入ったら次 JC 行くんだか香港行くんだか有馬記念行くんだか分かりませんけど、次走はいよいよ優勝の可能性かなり高いっていうね、次に期待を持たせてくれる走り、少なくとも期待しているっていうところですね。でジャックドールはって、ジャックね今回ちょっと外そうと思うのよ。あの来てくれたら嬉しい、あの応援してるモーリスの子だも嬉しいんだけども、やっぱね藤岡祐介騎手に僕はそこまで今ねやっぱ期待できない、正直言ってどうしても大きいところに縁のないジョッキーだしね。これがジャックにクリスチャン・デムール騎手とか言うんだったら、いやいやちょっとだいぶ違うんですけどね、やっぱね大きいとこ勝つクリルメール騎手とか、シャフリーは今回クリスチャン・デムール騎手でしょ、この辺のね大きいとこ勝つジョッキー、そして、まあ、パンサーラッサにしても吉田隆騎手でね勝負強いジョッキーなんで、どうしてもねちょっと見劣りするんですよ、その大きい大舞台における実績ってやつですね。でジャック今回来れば、まあその藤岡祐介騎手にねどうなんだって動画作りましたけど、ここでもしジャック勝てば北村雄一騎手がアルアインで勝ったみたいに大阪杯をね、この大きいとこを勝てるジョッキーに変身できるんじゃないかっていう、そういう期待もあるんですけど、馬券となったら結局やっぱシビアでね外さざるを得ないんですよ。あれもこれもって言ってらんないから、まあ入れてもいいんですけどね、どうしようかな、入れるか、やっぱイクイノックスジャックドールワイドは入れるか、外すとなんかちょっとあらあだしな、あじゃあ一応入れます。でもちょっとジャックドールをその序列としては、ね、優先順位からするとちょっともうユーバーレベルのちょっと下にしようかなっていう感じですかね。でも気持ちとしてはやっぱこの馬も勝ってほしい馬の一頭で、できればシャフリかジャックのどっちかがね勝ってくれると僕としては嬉しい、馬券が外れても多分嬉しいと思う。だから馬券的にはイクイノックスからってことですよ。これ難しいです、馬券で当てるっていう行為と、あの応援してる馬に勝ってくれっていう思いがね正比例じゃないっていうところが大変苦しいのでございます。はいって感じですかね。天皇賞秋ね、これは楽しみです。楽しみすぎるがゆえにぎっくり腰、早く直したいよねとりあえず僕ドクターストップ出てるんで月曜日も会社休みです。はい、もう出社禁止と人生初めてのぎっくりね。はい、もうやばいっすよ本当に、ぎっくり腰はね。セカンドチャンネルをね作ろうと思っていてね、ぎっくり腰の詳細についてはそっちで話そうと思うんで、ぎっくりでその鎮痛剤飲んでるんでちょっとお酒は飲めないんですけども、なんか
アップルサイダーでも飲みながらやろうかなと思うんでね、この動画の、後々にここの後ろにこの備考欄のところにリンク貼っとくんでね、よかったらもう一個の方のね、モス部っていう意味不明なチャンネル名でモス部っていうのを作ろうと思ってるんで、そっちね、よかったらそっちも覗いてくれると嬉しいです。はい、ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。じゃあ天皇賞秋の分析動画で、あるいはまあリアタイ視聴動画はショート動画で出そうと思うんです。ちょっと今回から変えますね。で、視聴動画はショート動画で、まあ振り返っての分析動画やろうと思うんで、そっちでお会いしましょう。皆さん良い週末を。痛い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 、ちょっとマジで痛いわ。体重移動できないよこれ。